こんにちは、ロハス TV の時間がやってまいりました。えー、今日はね、えー、いろんな意味でね、あのーまあ、YouTuber というか、そういった方たちの炎上というのがね、えーまあ、ありますよね、まあ。そういう中でちょっと私、あのー、思ったことがありますので、えー、今日はですね、えー、そのことを喋、あのー、りたいと思います。 あの、踏み込んで、えー、その、その部分に、あの、スポットを当てるのではなくてですね、えー、なかなかですね、この SN、SNS というか、小さな画面での誤り方っていうか、お辞儀の仕方っていうのが、非常に難しいなというふうに思いました。えー、どうしてもね、あの、こういった、あの、本当に、えー、ま、あの、長方形の小さな画面でございますので、えー、例えば、申し訳ございません。 それではですね、えー、そんな形でですねっていう、まあお話を次に振っていくわけなんですけれども、その場合にですね、えー、いかにこう相手に謝ってるっていうのが伝わるかどうかっていうのがですね、えー、まあ普通にお会いして、えー、そしてあの謝るのと、画面越しに向かって、えー、誰も目の前に人がいないところで謝るのっていうのが、 えー、非常にあの難しいなっていうふうに思ったんですよね。で自分なりに自分がもしねこの動画の中で謝るとしたらどのように、えー、謝ったらいいんだろうっていうふうに考えます。 ま、あの、ちょっと私今日はもう T シャツにしてるので、えー、まあ、もうちょっとあの、そういう動画を撮るんだったらね、えー、ちゃんと服装もちゃんとして出ろよっていうふうに言われるかもしれないんですけれども、うん、まあ、そういうのをちょっと置いとってですね、えー、まあ、おじぎの角度とか、そういうようなものも大事かなっていうお話をしたいと思うんですけれども、あのー、やっぱりですね、えー、こういうふうな形で、えー、小さなこの、 顔だけ映ってるとこで、えー、ちょっとやってみますね。皆さんどうでしょう、うん、<laughs> 僕の炎上したら困るなと思いながらちょっとこういう話題になってしまったんですけど、えー、いきますね。申し訳ございませんでした。こんなニコニコしてやったらダメですね。この度は申し訳ございませんでした。 ちょっと今ね、あの画面が見えないんですけれども、頭だけこうなってますかね。こういう画面の撮り方はいかがでしょうかこういうのはですね、なかなか、えっ、ー、と、ある人のを見てたんですけど、だいたい6秒ぐらいで上がるんですよね、お辞儀が。例えば、行きますよ。申し訳ございませんでした。1、2、3、4、5、6。それでですね、っていう話になると、伝わったでしょうか それとかですね、えー、ちょっと立ってみますね。立ってやるとどうでしょう。立ってやりますね。はい。椅子を乗っけます。そして、えー、こういうふうな形で。申し訳ございませんでした。1、2、3、4、5、6。はい。えー、立ってやる。まあちょっと横向いてやりますね。お辞儀の角度、どれぐらいがいいのかっていうことですね。 申しし訳ございませんでした123456どうでしょう私もあの自分で見てないのでわからないんですけど皆さんの印象はどうだったでしょうか、えー、それとか逆にですね、えー、この6秒というのはちょっと短すぎるんじゃないかなというふうに私は思うんですけれども、えー、申し訳ございませんでした 1234567891011121314151617181920、まあ、そんな形でですねえー、ある程度この 角度と時間っていうのが誤る時には必要かなっていうふうに、えー、思いましたはい、はい、今日はですね、えー、そんな形で、えー、本当に SNS のお小さな画面の中で、えー、どうやって誤るっていうのがあこれから SNS 時代には大事だなっていうふうには思うんですよね 私はまあとにかく昔の職場というか職業っていうのは非常にですね、謝るケースも多々ありました。そんな時にはですね、本当にですね、えー、もうハラハラドキドキしながらですね、えーま、先方の,あのトラブルの起こった、えー、ところに、ま、あの車で、えー、向かっていきますま。一人の時もあれば部下を連れていく場合もありました。 そんな時に、えー、いかに謝るかっていうのはもう、もう本当に怖いんですよね、えー。相手がぶん殴られるかもしれないし、逆に契約を破棄されるかもしれないし、えー、どうやろう、どうしようっていうふうに、えー、思ったことがあります。で、あのー、それこそ、真夜中にですね、トラブルが起きまして、で、夜の12時ぐらいだったと思うんですけれども、 あの部下と一緒にですね、えーま、あの車でトラブルの起こったところに向かっていたわけなんですねでその時は非常にですねトラブルが社内でもありまして、えー、一人の社員が辞めるということで辞表を出してきました、まあ、そんな頭が痛い中でさらにトラブルは続くもんなんですよね日々。 そして、夜にはそういったトラブルが起こって、夜中に、あの、そこの会社に行きました。でね、あのー、理不尽なこと言うんですよ。だから、あのー、腹も立つんだけど、まず謝ろうということなんですよね。うん。で、こっちの心の中には、どうしても理不尽なことを言われてるから、謝りたくないっていう、こう、心もあるわけなんですよね。 でも、あの、本当に謝らなければ、あの、迷惑かけてるのは事実なんでね、どんな理由があっても迷惑かけてるのは事実なので、そこは謝ろうよっていうことで、部下と一緒に行きまして、えー、本当に心がドキドキして、心臓が飛び出るのかなと思うぐらい、えー、車でだんだんと、その、某企業に近づくにつれましてね、えー、心臓音がですね、ドキドキドキ,ドキとね、えー、して、 本当に聞こえるぐらいの音で,したであのちょっと落ち着こうということであの途中で車止めましてねえー、缶コーヒーを買ってね、えー、2人で飲みました。でちょっとちょっと落ち着かせようということでね落ち着いてそれでまた車に乗って、えー、夜中の12時過ぎに、えー、着きました。でね あのー、もう開口一番ですね、こ、え、のー、度は本当にご迷惑かけましたということで、頭を本当に下げました。今までの、まあ、今ね、やったような下げ方、20秒じゃなくて、えー、何分、1分ぐらいは下げとったかなと思うんですけれども、まあ、そんな形で、まずはね、えー、相手の気持ちの怒りっていうのを鎮めてですね、そして、そこから、えー、次、 あの、どうしようっていうことを考えるっていう、うね、チャンスをいただきまして、そして、また、あの、契約は破棄されることなく、続けたわけなんですね。でも、あの、謝るっていうのは、あの、どうしてもですね、俺悪くないよとか、仕方がないやんっていうふうな気持ちが、どうしてもあるんです。そうするとね、本当に相手に伝わりません。 もうそういう、あのー、ことについては、まあ今さっきコーヒー飲んだって言ったでしょう。そこで消しました。もうそれはそれはそれで、あのー、理不尽なことっていう、または自分悪くないやんっていうところについてはですね、えー、どこか持ってると本気で謝れませんので、もうそれは僕は、まあとにかく消すという、そのプライドも何も消してしまう。 謝ることに徹するというふうにやりました。それがですね、えーまあ、こう、まあ、制してというかですね、あのー、そういうことでトラブルも、まあ、その1日2日で解消していく、その場で解決していくっていう方法をもう21年間その仕事をやりましたんで、えー、謝り方っていう、または喧嘩の仕方っていうのはそういうところで学んできました。 まあそういう意味でですね、えー、今回の SNS 等でのこう炎上であったりするたびにですね、誤り方っていうことについて、えーまあ、僕もあの見てるんですけれどもうん、なかなか誤り方っていうのはね、本読んでもあまりないですから、あの難しいと思うんですよね。僕の場合は、今言ったような形で、 えー、悪くないやんっていうのを一旦消そうというか、もう一旦置いとって、えー、本当に、えー、謝っていくっていうかね、もう悪いところについては謝っていくっていうふうにやりました。えー、えー、と、本当にね、えー、土下座をさせられたこともあります。あの、もうそれしかないんですよ。もう、謝り方って、本当にわからなかったので、えー、もう、 ねえー、クライアントのところに行きましてね本当に申し訳ございませんっていうだけではなかったので、えー、そんな謝り方っていうのも経験したことがありますだから誤ったあ謝り方っていうのはいろいろありますんで、えー、お手紙を書く言ってもねお会いしてくれないっていうような時もありましたこの場合もですね えー、何度も何度も言ったこともありますそんなことで、えー、会えなければ、えー、書き置きをしていきたりですね、えー、またあのお手紙を書いたりっていうようなこともありますし、えー、またあの夜中中ね4時間ぐらいしゃべって、えー、一応あの許してくれたかなっていうふうに思ったんですけれども翌朝またトラブルが まあ、出ました。っていうこともありました。だから、まあ、いろんなですね、えー、トラブルを経験する中で、謝るとは何かっていう、うことも、あの、身をもってですね、えー、体験をしている、もんでありますから、えー、6秒の頭下げるだけではですね、なかなか難しいんじゃないかなっていうふうに、えー、思ったら、 なかなかねあの女王大きな問題に、えー、今現在なってるようですけれども本当にね謝り方っていうのが非常に、えー、これからですね大事 SNS の中でも謝り方っていうのは大事かなと思いますし、まあ、芸能界もちょっと前だったらね、えー、よく謝ってる場面ありましたでしょ。うーそれとか服装ね、えー、それとか顔つきとかね まあいろいろとありますよね。まあそんなことで今日はもうあの謝り方ということについて、えー、ちょっとお話をさせてもらいました。はい、えー、それでは終わります。さようなら。